こんにちは。おはよう。おはよう。ゆうたんさん、寝起きですか？うん、寝起き。とめさぶろうさん、こんにちは。はい、こんにちは。ゆうたんさん、裸？俺ね、裸なんだよね。いつも裸だよ。裸だよ、寝れないな。ゆうたんさん、寒くないですか？寒いですよ。寒いよ。とめさぶろうさん、布団から出たくない時期。寒いよね。今日忘年会だよね。今日で会ってるよね。今日だよね。おっさん忘年会、今日で会ってる。とめさぶろうさん、とめさぶろうめちゃへこんでる。寒い。ゆうたんさん、解放さんが狐たちにいじめられてて、メンタル大丈夫か心配です。和戸監督さん、よっさん忘年会が18時。和戸監督さん、よっさん忘年会が18時、トランプたくさんください。解放がいじめられてんの。とめさぶろうさん、トランプを3枚配りました。とめさん、3枚ありがとう。初トランプです。ありがとうございます。ありがとうございます。トランプありがとうございます。トランプちょうだい。とめさぶろうさん、初トランプ、ありがとう。よしさん、トランプを3枚配りました。お、5倍出た。タクポンありがとう。トランプを配りました。うーちゃん、ありがとう。トランプを3枚配りました。ありがとうね。トランプありがとう。イベント始まったね。アホの子さん、どうしたの？まだ寝てたの？今起きた。トイレ行ってくる。
どうも、おはよう。おはよう。ん？音聞こえる？おはよう。トランプアイテム、トランプアイテムよろしくね、みんな。なんか一番トランプ投げた人はトランプ選ばれた時にトランプセット家に届くらしいよ。お願いします。トランプ爆投げよろしくお願いします。ゆりさん、5倍、トランプを。ありがとう、ゆりさん。ゆりさん、ありがとう。5倍、ありがとう。無差別級だからね。寒い。トメのサブアカウントから登録します。はい、トランプを3枚配りました。ありがとう。ありがとうね。ありがとう、徳丸さん、ありがとう。大統領、これって無料アイテムなんだ。トランプって有料だと思ってた。わかんないっすね。忘年会はね、18位から。放送はしてもいいって言われてるよ。おはよう、タカちゃん。ねえ、トランプのところお金になるなよ。お金になると思ったらお金になんないよ。ありがとう、お風船ありがとう。
さん、お風呂とトイレ一緒？うん。お風呂トイレ一緒だよ。朝さん、トランプを3回配りました。トランプありがとう。お風呂トイレ一緒。いとしごさん、おはよう。うん、おはよう。ん、あ、ん、あいこちゃんだ。あいこちゃん、おはよう。いとしごさん、来年モデルよろしくね。うん、あ、全然撮るよ、写真いつでも。うん、着物だっけ。いとしごさん、助手が池上ってまい。うん、決まってないよ。いとしごさん、あたし明日から沖縄だから。いいな、いいね、楽しんでって。いとしごさん、来年お相撲の時にお着物着るから、そのついでがいいな。しんちゃんママさん、お疲れ様です。うん、いとしごさん、着付け代高いからさ。うん、しんちゃんママさん、歯磨きアップわらわらわら。オッケーです。しんちゃんママさん、イケメン。いとしごさん、髪の毛もセットしてもらうし。うん。しんちゃんママさん、関さん、忘年会行かないみたい。どこだ？本当に？しんちゃんママさん、今日は関さん、群馬に向かってます。
としごさん、森の行くんだね。あたし誘われても明日沖縄だから立ってたよ。よっさんの あそっか沖縄だったからか。沖縄いいじゃん。新ちゃんママさん、飲みすぎないようにお願いします。いや今日は飲むよ、今日は飲むよ、今日飲む飲む。今日は飲むぞ。みんなトランプもしよかったらください。新ちゃんママさん、飲んで配信しますか。配信しようかな、どうしようかな、まだ考えてない。ノリと気分。匿名よ大統領さん。おトランプありがとう。3枚配りました。匿名さんありがとう、ありがとう。L さん12916個目オーナメントクマをプレゼントしました。しんちゃんママさん、そっか、楽しみにしてます。うん、うん、匿名よ大統領さん。お匿名大統領ありがとう。3枚配りました、ありがとう。あざます。延長します。しんちゃんママさん、電波かな、画像荒いし動きがカクカクですよ。嘘、電波悪い、みんな電波悪い、ダメ。電波悪い、杉本さん大丈夫、大丈夫よ杉本さん。今日木曜日だっけ。誰が来んだ。杉本さん今日は楽しみやね。しんちゃんママさん、私が出先だからかな。楽しみだね。野田ゾーリとかね、金梅さんも来るしね、よっさんも来るし。匿名よ大統領さん、ありがとう。トランプを3枚配りました。アザウス。しんちゃんママさん、さて休憩終わり、うん、踊ります、頑張ろう。いってらっしゃい。ルリさん、横顔かっこいいね。そう、うん、かっこよくないよ、おじさんだよ、もうおじさんだよ。太った顔パンパン。まさきさん、どれはまた置物になるんだろうな。ななさん、おはようございます。おはようございます。どれさん、また置物かな。トリミキさん、うん、無料しかあげれなくてすみません、うん、ありがとう。ウィンクスマイリー。俺無有料だと思ってた、トランプって無料なんだね、これね。トリニティさん、ありがとう。二宮たかちゃんさん、うん、僕は和戸さんがタバコを吸うところを見て自分も吸った気になってます。タバコ吸えない人。そうそうさん、5倍、おじさんお疲れ。ありがとう、おじさんだよ。おはよう。
二宮隆ちゃんさん、やめました、お金ないもので。ああ、お金かかるもんね、タバコね。値段どんどん上がるし。トリニキさん、和田監督の話し方優しくていい。そう、おっとりしてるあんま喋んなよ、普段。喋るときとね、喋らないときの差が激しいの。なんか仲のいい人とかだとめちゃめちゃ喋る。さん、あれはいじめですよ。ナナさん、忘年会はオールになりそうですね。俺一時会で帰ろうかなと思ってるけど、オール二次会三次会の流れなのかな。そうそうさん、 YouTube プレミア米できるんだね。米生と板原杉本さん、YouTube プレミア米できるよ。まさきさん、プレミアにしたの。そうそう、今日もう6個投げたわ。広告外した、あれ便利でしょ。うん、もう6個投げた。まさきさん、ジョーカーありがとう。認知的不協和、不協和いや、ドレさんがね、挨拶はするけどね、なんか変な絡み方してきたら嫌だなっていうのが不安だよね。挨拶はちゃんとするけど、人として問題でな、うざがらみされたら嫌だよね。YouTube プレミアどう体感？ 3,000 円だっけ月。無料体験期間か。広告飛ばせるのは便利だよね。あとバックグラウンド再生ができるのか、 YouTube。 あれはいい機能だよね。まさきさん、あれ5倍出た。5倍だね。5倍がジョーカーなんだ。匿名よ大統領。ありがとう、匿名さん。3枚配りました。ありがとう。トランプを3枚配りました。ありがとう。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。サンキュー。クリーンさん、トランプを3枚配りました。ありがとう。まさきさん、左手だと米しにくいわ。左手米。アンナさん、トランプを3枚配りました。あ、アンナちゃんだ。アンナちゃん、ありがとう。プリンさん、ありがとう。風っぽいな、ちょっと風邪ひいたかな。まさきさん、バラで投げると5倍とか出やすいよ。一気に5枚もあるよ。だから確率の問題だから、そこバラで投げなくてもね、まとめて投げても確率は一緒だと思う。多分ね。寒いな。
プリンさん、最近3日連続で空き缶集めの浅井さん見ました。あ、この辺に住んでんの？プリンさん、ご近所さんだ。空き缶拾ってた？浅井さん、空き缶やめたって言ってたけどね。空き缶やってるんだ。ベコボコランドさん、ワドツです。休憩中に来たよ。ありがとう、ベコボコランド、いらっしゃい。プリンさん、サンタさんみたいに自転車にいっぱい積んでたよ。ああ、じゃあやってるんだね、浅井さんね。のすけさん、5倍、ワドツン。いくワードツン、いやいや了解。ペコポコランドさん、12万945個目、オーナメントキャンディーをプレゼントしました。ありがとう。今日はゆいがさんの日だね。今日ゆいがさんの誕生日だ。寒い。なんか急激に冷えたよね。めちゃくちゃ寒いよ。金魚姫さん、トランプを3枚配りました。杉本さん、今年はどんな年でした？うん、そういう感じ。金魚姫さん、1.1枚、そういう感じ。ワンペアが揃いました。ワンペアありがとう。お、ワンペアって何？ワンペアって何？ワンペアありがとう。金魚姫、初ワンペアありがとう。初物だ。ありがとう。おお、これはあれか、有料アイテムなんだ。ありがとう、ワンペア。サンキュー。今年は忙しいだね。今年は忙しいの年だった。バッタバタだったよ。サマーカットペンさん、ありがとう。3枚配りました。今年は忙しかったな、ほんと。えぐかった。
金魚姫さん、仕事中だから投げるだけで落ちます。まさか、頑張ってね。ありがとう、ワンペアありがとう。ワンペアってでも役で一番小さいやつだよね。ロイヤルストレートフラッシュないの？ロイヤルストレートフラッシュ。寒い、布団の中に待機だ。ポンさん、延長してます。うん、いらっしゃい。ポンさん、いいねを10個プレゼントしました。いいね10個プレゼントありがとう。ポンさん、風船を10個プレゼントしました。バーガー5個ありがとう。ハートありがとう。ありがとう、ボン、いつも。アキラーさん、バルトの喧嘩の動画マジ最高っす。ああ、2年ぐらい前かな、あれ。パルパルが喧嘩売ってきたんだよね。ペコポコランドさん、昨日の YouTube 見て改めて面白かったです。昨日の YouTube、ダンガンさんのやつかな。あ、違う、ダンガンさんじゃない、ミマスさんのやつかな。面白かった。ありがとう。三又さん配信向いてるよね。天才、天才だと思う。嵐巻き起こると思うよ。ポンさん、おひさだを赤変えたからフォローし直すね。西田雅美さん、よっさん忘年会。警察沙汰になると思う。いや、ポンさん、初回の一件目で俺帰るもん。一件目で帰る。ペコポコランドさん、はい。西田雅美さん、よっさん忘年会にの飽きたら思い切り笑えるよ。そう？何が面白いの？え、引退したんじゃないの？最近ノアって人見ないけど。チャックさん、トランプを3枚配りました。ありがとう。え、ノアって人面白いの？元カノでしょ。
吉田雅美さん、笑えるよ、ことかと小競り合いしそうじゃないの。だってことか別に吉さんの彼女じゃないでしょ。小競り合いとかしないでしょ。だってことか吉さんと付き合う気なんかないじゃん。ノアがちょっかい出すってこと、うん、だがでもまあ今日警察沙汰になりそうだよな。すぐ逃げるけど、ボンさん、コトカが付き合うのはありえないね。多分ないと思う、コトカ面食いだから。西田まさみさん、オフコース、うん、和田さん行かない方がいいよ。なぜなら吉さん風邪ひいてるから。俺もひいてんだよね。風邪。行くよ一応。さすがにバックレ、当日バックレは嫌だから、信用なくすから。行くって言ってあるし。当日バックルはダメでしょ。ベイツブさん、準備しようぜ。まだ早くない？6時からだよ。寒いこの部屋。風邪ひいてるのかな。金梅さんも野田総理もいるし、なんか事件の予感しかないよね。トラブルメーカーがたくさんいるからね。へっ！俺多分毎年冬に神会が起こるから今日だと思うんだよね。なんかとんでもない、毎回冬じゃん。ごさぶも森どんも。花声がさらにひどくなってるね。うん。ベイツブさん、17時には乗り込んでポジション取りしないと。ポジション取りなんかしない。本当に置物になるよ俺。こういう時の俺はね、黙ってる、何もしない。炎上するのが嫌だ。マキルさん、トランプを配りました。あ、マキル久しぶり。トランプありがとう。あ、リツイートありがとうね。珍しいね、イベント参加してるなんて。匿名よ。俺毎回イベント参加してるよ。トランプを3枚配りました。トランプありがとう。俺毎回イベント参加してるよ。もぐらさん、お疲れ様、うん、忘年会どこでやるの。場所は言えないよ、やっぱ特定されちゃったらダメだから。あの配信で場所聞く人いるけど、ある程度中継以上になったら場所は言えないと思って。ポコポコランドさん、放送が潰されちゃうから。
カレイジャさん、下、サノチ嫌いなんですが、彼を教育してあげてください。あ、やだ俺、サノチとはもう付き合い古いけどめんどくさいから。モグラさん、だよね。すげえプライド高い。サノコモノチ。言えない言えない。あー、ご飯カピカピになってる。温めれば大丈夫かな。温めてみよう。言えないよ。通報入って終わりだもん。さすがにね、お金払って企画ぶっ壊されたらみんな嫌な気分になるし、誰も得しないんだけどね、通報って。そうなんですよ、今日忘年会なんです。もぐらさん、金梅も来るの？チンカスさん、どれとの殴り合い期待してるわ。え、どれとの殴り合い？いや、殴り合いなんかしないよ。カレイジャさん、神回をなしゃす。ないない、おとなしく飲んでるよ。ないです、神回は。先輩の顔潰すようなことできないよ。つぶさん、橋本くんとは仲良くなったのか？仲いいわけないじゃん。大手結構来るの？仲いいわけないじゃん。結構来るんだ、大手。杉本さん、橋本くんと仲悪かった？知らない人いるんだね。カレイジャさん、ギラギラしてた頃のワドくん、楽しかったですよ。いや、ギラギラしてたけどさ、俺にも立場ってもんがあるからさ、変なことできない。ベーツブさん、はじめに橋本くんに挨拶しといた方がええんちゃうんか？いや、挨拶は普通にするけど。小倉さん、和道くん、ギラギラ時代あるんだ。ひどかったよね。今の問題系の生主なんか全員介護官だよね、俺の。1日に7回警察沙汰だったんだよ。カレイジャさん W ね、しゅんさん、ウサギ取って逃げたりしてたもんね。家に毎日警察来てたもんね。1ヶ月半連続で毎日来てて、多い時7回来てたんだよ。
逮捕はない。チンカスさん、ことかを持ち帰りしてよっさんピキらせて。とか俺のこと好きじゃないよ。つぶさん、こいつなんかやるつもりの目視とる。え？やめて、そういう、そういう懐かしい振り。鶴瓶さん、答えたくなっちゃう。気持ち悪いので画面から離れてください。それね、ブロックされたいの。カレイジャさん WW。 いい振りだな。なんか俺のモチベーションを上げるいい振りだな。さん、5倍おひさ。どうも。ん？つーくんさん、アカウント作り直したから誰かわからんやろ。また来るね。うん、誰だかわかんないね。わかんない。これ分かったらエスパーじゃない。おひさって言われて誰誰じゃんってわかるわけないじゃん。誰だろう、全然わかんない。また来る挨拶だけ。ベーツブさん、和道はその場で台本仕込むのうまいからな。即興芸だよね、タイプ的に言ったら。俺はその上台本っていうよりも即興芸、アドリブだよ。あれを台本とは言わないよね。台本っていう言い方が嫌い。山中隆史博さん、忘年会どこでやるんですか。日本ですね。はい、こんにちは。場所は言えないよ、通報されちゃうから。でこの目いらっしゃい。ベーツブさん、やめろよその即興で。やめるやめる、ありがとう、止めてくれて。やるところだった。危ない危ない。なんでみんなそれ言うんだよ。もうだからやだよ、やんないって言ってんじゃん。もうキャラ変したんだって。なんでみんなここぞとばかりにお前がやれみたいな空気出すんだよ。もう全員そればっかりじゃん。何お前らうずうずしてんだよ、バカだろ。もう33なんだよ俺。もう若手にやらせろよそういうの。瞬間大丈夫だよ、無理しなくていいよ。山中隆さん、やんないっつってんの。爪痕残してきてな。マッコイさん、やんないよ。足元にまた立てかけてやれ。スタカさん、トランプを3枚配りました。おー、スタカさんどうも。やらないよもう。伝説のマッタンマット冷え性星さんさん、トランプを3枚配りました。ベーツブさん、あらこの切れ方やるつもりや。やんないよ。さん、え、見てみたい。やんないよ、本当にやらないから。匿名よ、大統領さん、トランプを3枚配りました。やんないよ、囲いが減るだけなんだから。
カレイジャさん、ワド君、ご自分の求められてる使命を全うしてください。悪魔でしょあの悪魔でしょ。コンドームマンは滑るからやめとけよ。持ってかない、持ってかない、コンドーム。カレイジャさん W。 求められてる使命全うするってデビルマンとかそういう系でしょ。バットマンとか。ミースマホ赤さん、事件楽しみにしてるよ。お前ら責任取らないじゃん。赤さん、橋本くんに中杯かけるみたいな台本期待していいですか。ないっつーの、あれ台本じゃないから。あと、あの何回ももうこれ4年ぶりぐらいに言うけど、中杯かけたの俺じゃなくてコッペだから。本当にやめとけよ、もうガチャガチャ炎上は古い。古いよ。ミースマホ赤さん、事件頑張って。ツナさん、トランプを3枚配りました。バタさん、わらわらわら。置物です、今日は置物。やっぱニコ生の森のね、ノリに戻ってほしいんだね。キツネ枠とか見てても思うもんな。なんだその悪い顔は。ベーツブさん、ロケット花火買っていかないか。徹子さん、コペちゃん生きてるの。ロケット花火、コッペ生きてんじゃないの。知らん。ミースマホ赤さん、でも来るメンバーが事件性の匂いプンプン。いや俺じゃなくても金梅さん、野田総理、橋本君で、あんだけ番組揃ってたら警察だったでしょ今日は。いや、ランハゲさん先輩橋本くんと同期、橋本くんが2ヶ月先の先輩。橋本くんと配信歴は同期だね。普通に楽しんでくるよ。ていうか今日はベロンベロンになろうと思ってる。酔っ払いマシーンになろうかなって、珍しくウェーイっつって酔っ払いマシーンになる。スマホ赤さん、おいおい、巻き込まれたらダメです。いや、俺は1次会で帰るよ。多分盛り上がって誘われたら行くけど、多分置物でそのまま解散だと思う。でも事件はまあ何かしら起こるだろうな。起こさないわけないよね、あんだけガン首集めて。みんな今日だって思ってるはずだから、仕掛けるなら今日だって思ってるはずだよ。つぶさん、何コメ期待してんだよ。カレイジャさん、ご存知の限りで結構ですが、今日のメンバー教えろください。今日のメンバー誰だっけ。よっさん、金梅さん、野田総理、橋本くん、カズ軍曹、三倍目光くん、和道、あと誰がいる、関慎吾、コトカとかその辺。あ、誰いる。あと事件しか起こらないでしょ。
カレイジャさん、組長は近藤組組長誘われてないんじゃないかな、わかんないけど来るの聞いてないな。出たいのペコ。ベース部さん、よっさん、金梅新やっちょ、野田造利、和軍曹、佐田国、デップ船長、大和和道、正やん、どれの深夜食堂、ピヨコタン、カレイジャさん、ちょっと間違いか W。 え、黄色くるの、米粒さん、黄色くるのねえ、黄色くるのねえ、ちょっと待って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 、黄色くるの、黄色、黄色くるの、黄色、黄色マジでマジでマジで黄色くるの、ぴょこたん先生くんの、本当に言ってる、俺黄色のファンなんだけど、サインもらおうかな。近藤哲子さん、マジで、くるみ太陽、マジで杉本さん、黄色くるの、ベーツブさん、橋本くん、ゆうえ、ゆうのんびり、ここ朝、マジか、任天堂信者買ってサインもらおう。とろみ麦とろちゃん、え、サインもらっていい？俺黄色のファンなんだけど、黄色めっちゃ面白いじゃん、黄色に会えんの俺、マジで黄色に会えんの、俺黄色のファンなんだよね、マジか、超嬉しい、うわー黄色に会える、うわ黄色だ、マジで、え、激アツじゃん、これさ多分ふわっちは何言ってんのってなるけど、マジか、いや黄色激アツじゃん、ニコ生の人からするとすげえ熱いよね黄色、うわー黄色に会える、マジか超嬉しい、すげえな、多分ねふわっちの人はてなマークだよね、黄色って何ってなってるけど、ニコ生から言ったら大御所だよ、うわー超いいな黄色、黄色大好きなんだよな俺。マッコイさん、光は軍曹来るから事態かもしれん。つねつねさん、ぴょこたんはすげえよ。すごいよね。黄色知らない人手あげて。え、黄色、ぴょこたんとか黄色が意味わかんない人手あげて。多分いっぱいいるよ。さん、そんなすごいの？いや、黄色わからない人いっぱいいるよ、多分。黄色知らない人手あげてみて。ニコ生知ってるでしょ。黄色はもうスペシャルゲストだよ。黄色めちゃめちゃ面白いから。俺だって黄色の配信で何度腹抱えて笑ったか分かんないもん、超面白いよね黄色、やった黄色に会える。マッコイさん、暗黒麻雀で黄色になったわら、うん、やったぴょこたん先生会えるじゃん、ぴょこたん先生の隣に座りたい、常々さん、マーシーとも YouTube でコラボぴよね、え黄色いいよね、うわ黄色に会える、すげえ嬉しい、哲子さん、ニコ生には先生何人もいるけど本当の先生の一人だな、彼は3、任天堂信者4ね、やめて、ぴょこたん先生のファンだから俺、黄色をぶっ飛ばす、いつかぶっ飛ばすのは俺だって決めてたからあのなんだろうね、ムカつく黄色すげえムカつくけどすげえ可愛いよね、黄色に張り手したいっていうのが夢だったから、パチンって黄色のマウンティング半端じゃないから、ね、うわー黄色熱いな、やべえ超テンション上がった、絶対熱いじゃん、うわー黄色に会える、夢みたいだ。
黄色の面白さなかなか伝わらないんだよね。黄色さんって和戸くんと同世代ぐらい？いやいやいや、黄色はもうあのはっきり言ってなんだろう、うなちゃんマンよりはるか上にいるよ。黄色はもう雑談界隈を飛び越えてる。だからケミーキラーとか京一郎とかと同じぐらいあのスーパースターのジャンルだね。もうあのマウンティングされないぐらい飛び抜けた天竜人だから。雑談界隈はね、大手って呼ばれるさらに上があって、レジェンドの上、カレイジャさん、そう、神、神になるともう触られないの、いじられない。だから黄色はそういう存在だから、レジェンドの上、神格化された。そう、ベーツブさん、来んのかな。いや、来なかったら超へこむんだけど。まあ黄色が来る場所ではないよね、正直。カレー王さん、佐野の上がいるなんて認めないよ。認めないの？黄色めちゃくちゃ面白いんだよ、カレー王さん。勘違い屋の夜明けさん、オス監督、オイスオイス。黄色を知らないとかにわかだからね。だから永井先生もそのジャンルじゃん。永井先生がディスってるぞとか聞いたことないでしょ。やべえ、神様ありがとう。カレイジャさん、確かにないですね。うん、ないでしょ。黄色を目指してるから俺は、憧れの人だから。ドナルド・トランプと黄色のダブルブッキングだったら俺黄色選ぶもんね。そう、悪いんだけどトランプに謝っといてって言うもんね。かしこまりました、よろしいんですか。米国の大統領をないがしろにして大丈夫なんですかっつって、いや黄色にはさすがに頭上がんないよってから、黄色との約束は守らないとって。カレー王さん、ツンダ色最強、最強。でも黄色じゃない色の T シャツ着てきたら俺は着れるけどね。赤色とかの T シャツ着てきたらもう帰るけどね。気分が悪いっつって。なんだこれっつって、なんだこの T シャツの色って、気分悪いわっつって帰る。ベーツブさん、5人くらいしか来なさそう。竹丸さん、さん、間違いなく黄色だろ W。 いやだからやっぱり初めて会うから、黄色あの T シャツしか持ってないよ W。 いやいや、だからいや、あの T シャツいいよね、ほんと。いやー、黄色に会えるよ、やべえ。近藤哲子さん、テレビの直撮りでゲーム配信しててディスられないのは旅子さんだけ。何年やってキャプチャー覚えらんねんだよっていうね。何年目だお前っていう、ね、いや俺もう黄色との絡みで頭いっぱいなんだけど、もうね、炎上とかどうでもよくて、もう黄色ともうちしくり合う配信がしたい。黄色と対談したい。黄色と、やべえ、超嬉しい、黄色くんのかよ。サンタさんのプレゼントじゃんこれ。すげえ嬉しい、まさか黄色に会えるなんて、すげえ嬉しいわ。黄色か、いやーよかった、びっくりしたわ。カレイジャさん、トランプ、ファーウェイもバンフネ、黄色、雑談するなら誰選ぶ？余裕で黄色。
もう全然トランプ以外論外。トランプはちょっと忖度する。黄色のものを見つけていこう。黄色い T シャツ着ていく。クリマスちゃんさん、うん、より目ねえ。本さん、あ、延長してます。たわらわらわら、うん、延長代ありがとう。皆さん延長アイテムください。ポンさん、いいね。ありがとう。10個プレゼントしました。できればトランプの有料版がいいですね。風船を10個プレゼントしました。皆さんトランプの有料版ください。ポンさん、バーガーを5個プレゼントしました。ポンさん、お願いします。バーガーをプレゼントしました。トランプお願いします。いや、女の子は誰来るっつったっけ。女性陣はカレイジャさん5倍。うわー、5倍、ありがとう。ねえ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 、女子は誰来んの。女子トランプありがとう。トランプを3枚配りました。ポンさん、ありがとう。マッコイさん、遅くなっちやった、わらわらわら。やべえ。ロイーさん、ココア様。あ、ココア様久々会うね。ココア様来るんだ。しゅんさん、ココア様、ラムネ、あたしちゃん、ことかえ、あたしちゃん来るんだ。エビピラフも来るんだ。ポンさん、美容サロンを行って、髪型変えて、色も変えようかと思ってるんだ。例のやつか。何色がいいかね、ボン。温度で髪の色変わる、なんかヘアマニキュアあるよね、今。これ触ると色が変わるの。ふーって。温度で色が変わるヘアマニキュアある。さーって触ると色がそこで変わる。ゆあさん、こんにちは。音符、ポンさん、もう決めてる。ゆあさん、こんにちは。ホワイトとブルー系のネイビーにする。あ、なるほどなるほど。やばくない？今日のメンツで男性陣で一番イケメンなの俺じゃん。どうしよう。あれ、ゆうあさん、よっさん、忘年会が男性陣で一番イケメンなの俺じゃない？メイツブさん、今日は寒いからマント着ていこうね。マント着ないとね。あれ、一番イケメンぜ俺じゃん。ねえ、ネルさんが着てないってことは俺だな。困ったな。ポンさん、うんうん、わらねえ、ああどうしよう。しゅんさん、あ、サダが来るのか。なんだよ、サダ来んのかよ、早く言ってよ。サダには勝てねえよ、高身長だからな。ハザーズハザーズって言ってくるんだもんね。
サダも来んのか。勝てねえよ。めちゃめちゃでけえかんな、サダ。はざーす。あの、早尾さん、あの、高確率で当たること言っていい？ゆうあさん、トランプ、ありがとう、トランプ。ほぼ間違いなく、あの、カメラの映らないバックヤードにゴロリがいると思わない？わかる？俺ね、今日ね、高確率で、もう絶対だと思うんだけど、あ、ないか、よっさん嫌いか、ゴロリ。ないか。あのね、こういうところにゴロリは必ずいるんだよね。今日はないわ。よっさん大嫌いだもん。うわ、またゴロリいるよっていうのがね、すげえね、じわるんだよね。どこにでも出しゃばるゴロリ。ゴロリは来ないか。忘年会いいのはね。しゅんさん、緑毎年30分くらい顔出すけど来るかな。いや、来ないでしょ。来ないと思うよ。もう先生だから、議員だから、緑さんは。だし大人数嫌いじゃん、あの人。来ないでしょ。山中隆史宏さん、歳が出勤にもかかわらずよっさんの忘年会に突するそうです。ああ、火種だね。俗に言う火種っていう役割だね。ああ、そういう流れか。火種キャラか。前回ミュウツーがその役割だったのね。ミュウツーも出世したな。干渉ちゃん N さん、裸で寒くないの？大統領さん、トランプを3枚配りました。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。匿名よ大統領さん、トランプを3枚配りました。
よ。トランプありがとう。裸で寒いよ。18時からなんだね。よっさん宅なの？よっさんの家茨城だよ。山中隆史博さん、果たしてよっさんはサイへのデキンを解除しますかね。いや SY とかもうどうでもいい話題だね。メンツ的にもう超どうでもいいね。あの誰っていう扱いだよ本当に。あのお茶を濁すだけだよ。でよっさんそういうのめちゃくちゃ嫌うから、突した時点で、あの過疎の売名とか一番寒いから、こういう時の。多分普通に怒ら、あの普通に昔のニコ生時代だったらもう干されるレベルだよね。うん、二度とコラボとか呼ばれなくなるよ。やっぱり踏んできた場数が違うわけじゃないですか。で何でもかんでも閲覧欲しいからってすり寄ってくるやつ、ニコ生の人たちみんな嫌うからね。やめた方がいいと思うよ。売名は近道のようで遠回りだからね。呪縛で面白いこと3桁キープできるようになってからでしょ、最低でも。てか呼ばれないところに行くべきじゃないよ。延長します。 KY すぎるでしょ。山中隆史博さん、一時的な閲覧のために何でもやるのは良くないですね。良くないっていうか、もうそんなの3年後いなくなってたりとかするの分かるから。ベイツブさん、軍曹ぶっ叩いてくれよ。いや、軍曹映画出てくれるからね。なんで俺がぶっ叩くの、軍曹。いいねを10個プレゼントしました。トラブルないもん別に。マキルさん、マキルバーガーありがとう。ボンありがとう。しました。サンキュー。ボンさん、風船を10個プレゼントしました。ありがとう。ゆうあさん、そうなんだね。いやそうだよ。なんかね、もう3年やってやっと一周回るか回らないか。さん、ガードをプレゼントしました。マキルさん、また寝てたんだ。また鍋かけたまま寝てたよ。ありがとう山中さん。3年やって初めてある程度のことが一周わかるレベルだと思うよ。だ3年やってない人は認め、3年自分の数字をキープできてない人は認められない。あんなの映画出る時には消えかけてるだろ。3年、必ず3年キープできた数字が自分の数字。ピンの数字ね。炎上抜きでね。予算なんか4桁何年キープしてるよ。金林さんとか。山中隆史さん、映画の募集はまだしてるんですか？あ、もちろんもちろん。スタッフが足りなくて困ってますね。スタッフと演者とエキストラ、あとスポンサーね。今はまだスタッフの段階だけど募集してますよ。山中隆史博さん、どういう人に応募してほしいですか？めちゃめちゃやる気のある人。ベイツブさん、根強いファンがいるドカ使わないのか？あ、ドカ X さん、まあ、あの全然誘われてもおかしくないよね。ドカ X は実力あるよ。だ使う使わないじゃなくて、あくまでオーディションだよ。4桁キープ、石の上にも3年間入る。よっさん4桁キープ何年もしてるってすごいかんね。またまたさんの放送は興味深くて面白かったよ。 ありがとうマキロン。
面白かったでしょ、三松さん。三松さんがまさか俺の部屋に来るとは予想もしてなかったと思うよ、みんな。俺も予想してなかったね。え？みたいな。みんまった、みんまった。全略玉袋ベジータさん、役者の勉強なく出演してもらうのは本当に大変だと思います、うん、頑張ってください。あ、リアル役者なんだ。リアル役者ですので苦労が分かりますから。いや、もう現時点で分かりますね。あの、なんで分かるかっていうと、テストで自分の映像を撮ってるんですけど、自分の演技が臭すぎて笑うんですよ。役者がいかに優秀か分かるよ。あの、ほら、カメラ慣れてる方じゃん、配信やってるから。でも動画の場合だと本当に臭くなるの。ゆうあさん、ちょっとお、桜さんいらっしゃい、こんにちは、また来てください。役者はマジですごいよ。自然な演技ってなかなかできないからね。ありがとうね、全力さん。全略玉袋ベジータさん、あの、本読みやります。絶対必須になります。本読みやります、やります。絶対必須ですよね、演技指導。むしろ演技指導係も欲しいぐらいだもん。こういう風に演技やりましょうっていうレクチャーする指導者も必要だから、その辺もどうすっかな。まあまあ手探りだよね、本当に。一本目だから撮る。全略玉袋ベジータさん、 そして無駄にカメラ目線になったり、まずそこっすよね、絶対。あの、視線の難しさですよね、ほんと。目なんだよな。あと、あの、ちょっと猫背だったり。山中隆さん、主役は誰ですか？まだ発表しないですね。まだっすね、主役は。まだです。匿名よ大統領さん、ありがとうございます。3枚配りました。ありがとう、トランプ。カレー王さん、主役はいとしごちゃんにして。あいこちゃん濡ればあるからね。ふわっち界の吉坂由里子が出るからね。ヒロインはもう固いよ。カリフォルニア西海岸大好きさん、うん、エセアカは映画出せますか？映画、エセアカ主役でってオファーかけたんだけど断られた。全略玉袋ベジータさん、私は出演も控え、また制作も控えております。頑張らねばですね。頑張らないとだね。山中隆博さん、主役は芸能人と予想してます。主役芸能人使わないですね。どうする、蓋開けたら怪獣ものだったら。特撮ものだったらどうする、蓋開けたら。驚愕。さくらさん、マジか、楽しみにしています、うん、マジか。山中隆博さん、配信者なんですね、わら、うん、おばいそんさん、よっさん出ますか？よっさん出てくれるって言ったらぜひぜひ。
いくらアットさん5倍ワドは世界観描くのうまそうだから期待。どうなるかね、いくらさんね、どうなるかね。全略玉袋ベジータさん、サイコパスがテーマなら白々しくならないようにしないといけないですね。難しいですが、セリフを極力カットする方法で考えてますね。山中隆さん、言える範囲で誰が映画に出演する予定ですか？プロフィールに書いてありますよ。書いてある。っていうかまだ演者に関してはブッキングしてないですね。まだスタッフやりたい人を募集してる、スポンサーと。まずスタッフありきなんですよ。スタッフ、全略玉袋ベジータさん、私はセリフ勝負の最高な制作に入ります。翔桜さん、寒くないですか？裸で。寒いっすよ、寒いっすよ。カリフォルニア西海岸大好きさん、ヤッチョは出ますか？ヤッチョはまだ声かかってないかな。出たいって言われてない。スタッフは何するんですか？いや、照明とか音響とか、カメラやりたい人はカメラ。今のところカメラ監督、撮影監督決まってんだけど、サブのカメラマン2人欲しいって言われてて、多分3カメで行くんだと思うので、あと音響、あと助監督、それが見つからないともう動けない。助監督探さないと。あとカメラマンが足りないんだよね、カメラマンが。全略玉袋ベジータさん、スタッフは現場で出演者の数以上にいりますよ。いるいる。だから20だね。ミニマムで20で考えてる今。最小限で。で、今6人しか集まってない。もう経験未経験問わず、やりたい人声かけて、やりたい人声かけてください。すげえ大変だよ。山中隆史博さん、解放さんは解放両方やるって。スタッフ両方やるんですね。うん、解放は両方やるって。カリフォルニア西海岸大好きさん、石野はオファーしましたか？オファーは一つもかけてないよ、俺は。だからまだそのタイミングじゃない。さっきから言ってる通り、映画を撮るって言ってもスタッフが集まらないで映画は撮れないの。むしろ演者をやりたいっていう人はたくさんいるから、そこは困ってないんだよね。演者はどうとでもなるんだよ、普通逆なのに。解放さん出られるんですね、楽しみ。解放出る。特命よ大統領さん、トランプを3枚配りました。ありがとう。山中隆史博さん、やっぱり配信者の中で集めると演者の方が集まりやすいんですね。てか多分みんな協力してくれると思うよ。
配信者はほら顔出すの抵抗ないから全く。あとそこでいい演技したらね、普通にね、あのこういう映画出ましたっていうほらあの経歴になるからマイナスにはならないじゃん。今テルチャンピンに言ってるのがね、あのテル主役にしようかなと思ってるんだけど、標準語を覚えてくれって言ってんだよね。全略玉袋ベジータさん、制作も出演も難しいながらに、うん、楽しい世界ですから、お互い頑張ってまいりましょうね。ありがとう。山中隆史宏さん、規模的にはそこそこでかいんですか？いや超ミニマムっていう、もう本当に学生が作るレベルの規模だね。トータル100人ぐらいじゃないの、全員合わせてトータル100人ぐらいで、でまあスタッフ20ぐらいじゃないの、超ミニマム。300万の予算だから全然予算が低すぎるぐらい。インディーズだね。山中隆史宏さん、見る人がトータル100人ですか？あ、違う違う違う、見る人の数じゃない、それは。深見さん、うん、配信者はギャラ作って演じてる人も多いだろうから演技もできそうだね。できる人とできない人がいるけど、なるべく素の演技っていうか、その人のキャラクター見て配役決めようと思ってるかな。オーディションやって、あとは本読みだね。本読みって言って稽古、舞台借りてそこでずっとリハーサルを重ねるっていう、本番までに。ハッピーさん、役者にバルバルは、うん、だから役者は全然、あの出たいっていう人はオーディション全然出てもらって出すよ。全略玉袋ベジータさん、うん、私も概要から台本まで仕上げなくてはならず、うん、本当に大変です。裏方もやってるんだ。ポンさん、サロン行ってきます。あ、行ってらっしゃい。山中隆史宏さん、よし君って採用出すか？しゃあしゃあしゃあ、SY さんとは俺絡みないよ。深見さん、18ミリとかで作るの？うんとね、カメラ自体はあのちゃんとしたカメラで撮るね。あの撮影監督がプロだから、だからそこはね、あの画質的な部分とかクリアしてるんだけど、あの一個課題なのは映画と音なんだ。音響スタッフ。大栄養士ジャヨキさん、こんにちは。やっと見に来れたわ。おー、ジャヨキいらっしゃい。合わなかったね、時間帯がね。音響のスタッフだね、一番要になるのは。大栄養士ジャヨキさん、121,236個目、オーナメントキャンディーをプレゼントしました。カリフォルニア西海岸だ。名前だけは知ってますね。カメラを止めるな。カメラを止めるなって映画知ってますか？全略玉袋ベジータさん、役者が基本ですが、いいね、ありがとう。制作も裏方も全て得ております。大栄養士ジャヨキさん、いいねを10個プレゼントしました。カナブンさん、ありがとう。トランプを3枚配りました。深見さん、現場では音響さん、照明さんの力強いとは言いますね。いや、もう音響さん、カメラ、あの撮影、音響、照明、どれだけ優秀な人揃えられるかっていう勝負だね。みんなはさ、意外とさ、脚本、ストーリーとやっぱり役者さんで見ると思うけど、映画の良し悪しが決まるのは俺はそこだと思ってるね。
ブラズさえがないとやっぱりいい映画は撮れないよ。でももう大変だよ本当に。とにかく金とね、人が集まらないっていうか、もう食えないレベルまで俺もう落ち目だからさ、全然アイテム上がんなくなっちゃったもん。だからもう制作資金も貯められてないからやばい、ちょっとピンチだね今一番苦しいところ。うん、現場ではスタッフさんが主役だよね完全に。そうそう、素晴らしい、本当にそう。撮影現場ではスタッフさんがメインなんだよ。で、反転するの、お客さんに見せるときに。本当にそう、スタッフさんがいないと本当にね、いい映画は撮れないですよね。あーちゃんいらっしゃい。あーちゃんさん、トランプを3枚配りました。あのね、なんて言うんだろう、すごい緻密な作業なんだよね映画って。みんなが思ってるより大変だよ。だからもう映画撮り始めたら監督なんてもう座ってるだけでいいんだもん。 OK テイク出せばいいんだもん。もうそれまで、そこにこぎつけるまでがマジ大変だよ。撮影始まったらもう勝ち確だから。ギナッパさん、クラウドファンディングで資金作って海外で撮影とかよくね。一応ね、クラウドファンディングはまだ起動はしてないね。お察しいたします。めちゃくちゃ大変っすよね。舐めてたもん正直、めちゃくちゃ舐めてた。全略玉袋ベジータさん、ご苦労がある分発表を楽しみにしてます。なんかね、単館上映でやろうと思ってるんだけど、まあなんか面白い動きになったらいいなっていう。ギナッパさん、スポンサーがいても口出しては来るからやり辛いわら。大変大変。大地とイカズチと助監督誰か、トランプを3枚配りました。助監が必要。クランクインはいつ？クランクインはだから、ロードショーの4ヶ月前にできたらいいなと思ってるね、クランクインは。その後編集2ヶ月半で突貫でやろうかなと思ってるけど。深民さん、良いもの撮ってそこからの編集、和道の感性の見せ所だね、うん、あのね、映像やってて最近思ったのがもう素材全てだね。素材ありき、撮影の時にいいもの撮れたら編集がすごい楽。逆に編集に力入れないといけないってことは素材が悪いってことだね。解放また泣いてんの、いいんじゃん、面白いんだから泣けばいいんだ。俺もだいぶ泣いたよ。なんかあったのかな。情緒不安定だね。全略玉袋ベジータさんですが、あー、いや、すっごいプラスになってます。何が大切かをすでに理解してらっしゃるのはすごいプラスになりますよ。すっごいプラスになる。うん、ていうかね、スタッフさんがやる気満々だから、本当あのいいもん撮りましょうっていう、すっごい力入ってる撮影監督だから、撮影監督にすごいいい人と巡り合えたから、うん、やる気のある人が欲しいですね本当に。
一緒に青春しようっていう、もう最高の2年間を一緒に過ごそうっていう人とやりたい。人生に爪痕残すみたいな、なんか青春だよね。当たったらさ、こうみんなでお金分けて、でまたね、数年後会おう。全逆玉袋ベジータさん、スタッフさんなくして現場は動かせませんから、うん、でも多分次はドキュメンタリー撮るだろうな俺。もっとミニマムで動けるスタイルで。近藤哲子さん、北野監督の成功は黒沢監督のスタッフがある程度参加していることと言われているような。もちろん黒沢監督も北野監督も実力はあるのだろうけど、ね、スタッフが肝なのは事実だよな。あの監督の力って優秀なスタッフさんを集められる力だと思った方がいい。もうそれはすごくある。大統領おおああ、はあ、嘘、初見さん、ありがとうございます。初見さん、はい、あーありがとうございます。すいません、こんなたくさん気遣っていただいてありがとうございます。すごいお世話になったんですよ昔、2年ぐらい前。ありがとうございます、たくさんありがとう。ファンタスティックポーカーですよ皆さん、ありがとうございます。うん、よかった、うん、昔ね、企画でね、まだ岡ちゃんと知り合う前なのに、ありがとう。5倍トランプを3枚配りました。あの岡ちゃんがね、何時間も手伝ってくれたの、俺の配信の企画を。そう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 、ワド組で仕事できて楽しいって。だからね、北の作品ほら、あの今さ、ダンカンさんとかさ、ある北郷さんとかたけしさんの映画に出てる人の話を直で聞いて、そのたけしさんの映画のこととか詳しく聞いてるんだけど、すごいよ。あのたけしさんのためにあのフリーで動いてる人っているのよ。いや、どっかの会社に所属しちゃうと、たけしさんの映画の招集かかったら、あの呼ばれた時に来れないわけじゃん。だからあくまで北野組、たけしさんの映画撮るチームになるためにフリー化してて、個人事業にしてて、で普段はたけしさんの映画がない時はそのなんつうの、フリーで動いて仕事を取ってきて、たけしさんの映画には必ず集まるって、もうそういう世界だよ。いや、たけしさんの映画すごいからね。俺はもう大ファンなのがあれ、キッズリターンと花火なんだけど、俺は。ダンカンさんの映画ね、ダンカンの生きないで映画良かったのは、でダンカンさんが脚本を教えてくれるって言っていただけてるから、一回脚本完成したらまずダンカンさんに監修していただこうと思って、あの赤ペン入れてもらおうと思ってる。すごくない？ダンカンさんがチェックしてくれるって、台本の書き方、台本っつうか脚本か。これはね、すごいよ。ダンカンさんもね、映画監督として海外で賞を取ってるからね。全逆玉袋ベジータさん、監督を務め上げるために本当に研究されてますね。十分監督さんとして素晴らしいですよ。いや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 、ペーペーですよ。まだ撮れてないからね、作品を。アモーモサイアンさん、トランプを配りました。アモーモサイアンさん、トランプを配りました。ありがとう、アモさん。アモーモサイアンさん、トランプを配りました。アモちゃん、ありがとう。でもなんかやっぱね、せっかく生まれてきて、子供の頃一番最初になりたかった夢なんで、そこはやっぱ回収できたら、生きてきた、生まれてきた意味あるかなと思ってて、どうしようもない人生だったからね。
本当に何回親を泣かせたか。何回チャーハンのグリーンピースを残してきたかだよね。でもなんか最近応援してくれる人すげえ増えて嬉しいんだよね。なんか映画頑張ってねってみんなすごい言ってくれる。まあ多分ひどい作品になるんだろうな一本目は。匿名の大統領さんトランプを3枚配りました。うん、おーありがとうベジータさん。私も演技と制作に努めます。うん、あぜひぜひまたお話を聞かせてください。もちろんもちろん、むしろ僕はまだ撮れてないんで監督じゃないんで、あのぜひアドバイスください。ありがとう。アモーモサイガンさん、うん、あパフェありがとう。私もグリーンピースは嫌いだった気にしないで大丈夫。あとはあれだな、 BGM だな。アーティスト探さないと、曲のエンディング曲、あとその挿入か。なんか一人ねすっごい才能のある女の子がいて、その子に歌ってもらいたいと思ったのだけど、事務所の関係で断られちゃったんだよね。あの曲良かったな、めちゃくちゃいい曲なんだよね。多分あの曲エンディングで流れたら泣くだろうなって思ったもん。久々にね感覚がグッてきたんだけど、断られちゃったよ。できればね長い付き合いができる人がいいからね。冒頭あとつかみ3分だよな多分ね。俺の映画の作り方も決めてて、冒頭の3分に多分全力振ると思う。そこに予算ふんだんに使おうと思ってて、つかみさえ OK だったら後半なんとかなるから、最初と最後のねテイクにはお金を重ねようと思ってるね。お金を使おうと思ってて、最初のつかみ3分だね。よしよしは オープニングが綺麗っていう印象だとね、あのどうとでもなるっていうか。一回お風呂入ろうか。ぴょこたん先生に会えるよ、ぴょこたん先生に会えるよ。まだこんな時間か、まだ時間あんのか。メルヘンさん、今日は年に1回のね大大小よっさんの忘年会だ。あの4校だよね、あのワンピースでいうところの白ひげ海賊団みたいなもんだからね。4校だよ4校。メルヘンさん、今日は年に1回のね、うん、大大小よっさんの忘年会だ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 。今日は飲むよ。
今日は珍しく酔っ払うよ。おお、ケイちゃん久しぶり。サメ島兄やんから最近声かかんないな。サメ島兄やんから遊び来いって言われないね最近。ケイアットサメちゃん神吉さん、はい、ワコツジョーカーもありがとう。誰かこの中にさ、サプリくんのリスナーいる？配信者のサプリくんの放送を見る人いるかな？コメントも書くぜで。サプリくんのリスナーいたら、ちょっと伝えたい、あの、伝書バトお願いしたいんですけど、あの、サプリくんにちょっと力貸してって和道が言ってたって、あの、サプリをね、ちょっと主役で使いたいんですよ。あの、伝えてもらってもいい？サプリくんのリスナーいたら、あの、3部のね主人公になってもらいたいんだよね。3部の主人公。まこちゃんさん、和道さん、ふわっちが頑張るよ、ありがとう。頑張ってください。頑張るよ、ありがとうね。うん、メルヘンさん、今日は年に1回のね大大小よっさんの忘年会だ、忘年会だ、嬉しくなるのは嬉しいね。銭湯行ってこようかな。サウナ行ってちょっと体ほぐしてこようかな。サプリのリスナーいないか、うちには。近藤哲子さん、主役は男前じゃなきゃダメなんだね。サプリくんで検索したら顔わかるよ。で、あのラブロマンスなの、3部目が。3部って言い方してるけど3部ではないんだけど、あの若い男の子と女の子の青春恋愛ものだから3部目が。だサプリにだったらちょっといいなと思ってて、色男だから。主役はやっぱね、いい男がいいよ。花形だもん。で、2部はね、ちょっとワイルドな感じでいくから、標準語できるんだったらテルにお願いしたいなとか思ってて、ちょっとあの格闘シーンとかもあるから、アクションあるから、運動神経いいやつがいいし。男前でしょう。じゃあみんな、まあ、あのお風呂入ってくる。あ、皆さんもしよかったら無料アイテムのトランプください。じゃあみんなまた後で。お疲れ。寝起き配信、寝起き配信でしょ。お疲れ。無料アイテムよろしくお願いします。またねー。